今までね、いろいろ解説を 聞くじゃないですか、やっぱり、はいはい、で本当に今起こっていることだけをこう伝えている解説の方もいますし、うん、だからそれは僕はあんまりやりたくないなと思って、うん、どちらかというとやっぱり僕はずっとキャッチャーやってましたから、はい、なるべく先読みをしながら、うん、この状況こうなったらこういうふうになっていくんじゃないかなっていうのを読みながら、うん、なるべく伝えたいんですよ、うん、はい、それは似てますよ、はい、でもほとんどなりませんよ。そうですね、だって自分の思った通りには投げたり、はい、サイン出したりしない、まあ、そうですね、はい、それは谷繁さんがすごく優秀すぎるからですよ。ああ、そうですか、だってそんな谷繁さんみたいなキャッチャーばっかりじゃないですから、はいはい、いやみんな優秀ですよ、さっき言ったように、はい、優秀の上に立っての話です、はい、これダメっちゃう話だけど、はい、もう一回言いますから優秀の上に立っての上の話ですからね、はい、すごい優秀だから、はい、それで同じサインを出すかっていうと出さないわけですよ、はい、でここに投げようと 思ってそこ投げようと思うんだけど違うところに投げちゃったりするんですよ、はいはい、それは自分と違うところに投げたら、うん、よく当たりませんねって僕はあの、はい、解説をね僕の話を言うと同じことを、まあ、考えていて、はいはい、で解説者っていうのはやっぱり僕がなった時僕33になってたんですけど、はいはい、その時はもう50以上の人ばっかりで、はい、もうコーチ監督経験者以外は解説は しないというかできなかった時代だったんですよ、はいはい、もう30年ぐらい前ですけど ね、はい、で初めての30代の、はい、まあ、若造ですよね、はい、若造が解説やるっていうことに、うん、お話しいただいた時にこうどうやってこう対抗したらいいかっていうんですよね、うん、監督もコーチも経験してない、はい、ピッチングコーチもやってない、はい、何もしてない、はい、どうやって この方たちと対抗していけばいいっていう、はい、でこれはもう解説者というのはもう威厳があってもう絶対間違わないっていう、はい、鉄則だったわけですよね、はいはい、世の中の鉄則ですよ、はい、でこれにどうやって立ち向かうかって、はい、これどうやっても無理だなと思ったわけですよ、はい、だって向こうの長くやってるし、はい、そうですね、監督コーチ経験してるし、はい、そこの対抗するのどうやってる、あ、これは予想して喋って、はい、確かにと一緒ですね、はい、先を想像して私ならこう投げるんですけどね、はいはい、私のキャッチャーだったらこういうふうに攻めますんですけどね、はい、って言ってやるんですけど、はい、ことごとく外れるわけですね、はい、である時タクシー乗ったら、はい、当時は今はちょっとタクシーがなかなかあの野球をラジオやらないんですけど、はい、デーゲーも多いんで、はい、昔は一番詳しいのがタクシーの運転手さんだったんですよ。あ、できるだけ顔が見えないに例えば渋谷までとか新宿までお願いしますってやるんですけど、はい、だいたい声がちょっと特徴があるらしくて、はい、ラジオを聞いてらっしゃるから、はい、声で分かるらしいんですよ、はいはい、で、江川さんでしょって言うから、はいって、まあ、もうこうなってもこうなってもするしかないから、はい、で、はいって言うと、あんたよく外れるねって言われたんですよで、その時閉めたと思ったんですよ。あ、聞いてると、あ、はいはい、私の解説を聞いてくれてる、はい、運転手さんがね、はい、それでこれで行こうと思ったんです。あ、そういうことですね。まあ、それからずっと、まあ、そういう方法を、はい、始めてたら、はい、何年かで一回り12年ぐらい過ぎるとこういう同じような考え方の方が出てくるわけですよ、はい、でもやっても違いますよね、はい、考え方が違うから、もちろんそうですね、多分解説と一緒にやっても違うと思いますけど、はいはいはい、去年ですよね、あれ日テレで九州宛てで外れた人から一人ずつ脱落していくっていう、はいはい、あのやったじゃないですか。やりました。一番最初に僕いなくなったんですよ。もう大正解ですね、はい、案の定でした。これはねちょっとだから案の定でした。せっかくやっていただいた企画なので、はい、規定じゃないということで、はい、規定じゃないということで喋りますよ、はい、それやってることは否定じゃないんですけど、はいはい、最初に脱落するっていうのは自分の考えと違うことが起こるからなんですよ。そうなんですよ、うん、でそれは、はい、その日の当日のね、はい、キャッチャーの人とかピッチャーの人が、はい、谷繁さんと全然違うから起こり得るわけで、はい、まあ、一番考え方違う人が落ちるなっていう、はい、そういう比較ですから、はい、でも世の中を見てらっしゃる方は、そうなんです、違うんですよ、当たってる方が正しいんです。そうなんですよ、はい、そうなんですよ。そこがね、今初めてこれは、はい、言いました僕も企画はいい機会ですよ企画の上で話してますよ、はい、はい、そうなんですよ。もう僕はもう言ってたんですよ、俺多分一番最初にいなくなるでっつって、うん、はい、その会話聞いてました、はい、あ、多分そうでしょうねと、はい、だから、まあ、正直あの時のキャッチャーには僕はなりきれなかったんですよ、うん、言えば、うん、はい、あれはあのキャッチャーになりきって球種を出さない選ばないといけない番組なんですよね、はい、それはねすごく解説をお互いにやってると、はい、
すごく難しい作業なんですね、はい、同じサインを出して押すと、はい、自分の考えでないことを押すわけですから、はい、後で見られた時に、はい、谷繁さんああいうところ投げさせんだって一般の方が思うと、はい、谷繁さんって解説大丈夫なのと思う可能性があるんですよ、はい、それ考えると、はい、やっぱり自分のここって押したくなる、ね、そうですね、はい、いやそれはちょっとすごくいい企画なんだけど我々とちょっと当たらなかったですね、はいはい、ちょっとね難しかったです、はいはいはい、最後のテーマというか今のプロ野球と自分たちが入った時のプロ野球の違いみたいな、うん、今のプロ野球の方が、まあ、どちらかというと僕は年数やったわけですからどうしても上から見てしまうんですよね。何年やられたんですか。僕27年やりました。え、監督も入れて、選手だけで27年やりました。え、な僕の感覚だと27年やったらもう100歳ぐらいだったんですよ選手だけで27年あのあ最後の2年は兼任で2年やったんですけども、はい、まあ、選手だけだったら、そうです27年です。すごいですね。横浜で13年、はい、ドラゴンズで14年やりました。うわそうですか、はい、だからどうしてもなんかちょっとこういうので言うのにも、はい、なんかちょっと上からみたいな感じになっちゃうんですけど、うん、江川さん的にはどう感じられてますか。日本野球でいいんですか。あ、もちろんです、はい、今の日本野球はまずクレームが1個あります。バッター優位に野球がなってしまっている。あ、なぜかというと、はい、ヘルメットはいいでしょう、はい、ヘルメットは、はい、でもここにレガースをつけたら、はい、インコースにピッチャーが投げる意味がなくなってしまうので、はい、今のバッターの方が優秀よと。スイングも速いし、はい、まあ、いろいろ器具使ったし速くなってますから、うん、で、高度になっていると言うんですけど、はい、僕はちょっと違うんですね。うん、でなぜかというと昔の長嶋さんとか王さんとか、はい、山本浩二さんとか、はい、落合さんとかそういうすごいバッターは頭にボールが来るかもしれないという体で、はい、バッターボックスに立っているわけです、はい、あるいはこうぶつかってボールがいっぱい来るという体で打ってたわけですね、はい、で打者だからよくお分かりだと思うんですけど、はい、来るかもしれないっていうのと当たっても大丈夫っていうのは全然違う話なので。全然違います。踏み込み方が違う。誰がこれを許可したのかって言いたいの。それはクレームですね。そうですね。誰が許可したのって、はい、それはダメじゃんって、はい、ピッチャーをダメにしてるじゃんって、うん、ピッチャーのインコースのコントロールをないというものっていう、うん、もうベースから極端に言ったらベースに乗ったところから外角の勝負になって、はい、あとベースから相手の勝負ってもうないですよ。あ、そういう、これいくら投げても意味がないですよ、はいはい、すごく感じますね。まあ、僕も入った頃ってやっぱりインコースを避ける練習もしてましたからね、うん、そうでしょ、はい、どういうふうに避けたら一番その怪我がないかとかね、はいはいはい、その中で野球が行われてたんですよ、はい、今はそのボールは使えないんですよ。そうですね、当てるってじゃないですか、はいはい、近くに投げるっていうことは無理、はい、もう全く意味がない、はい、それはもう全然違う野球ですよ。うん、だから真ん中から外側が中心になりますよ全部。 あとは落とすか、はい、だからツーシームが流行ってるわけで、はい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 、球数減らしてそうです、ね、インコース投げないで、はい、投げても無駄ですからね、はいはい、恐怖感がないバッターボックスと恐怖感のあるバッターボックスの2社がいたときにどっちがレベルが高いのよって。うん、今も高い、はいはい、もちろんですね。そこはありきですよ、ね、ありき、はい、今もこうラインから、はい、高い、今日これですね、はい、高いところでやってんだけど、はい、昔は相当高いよっていう、ものすごく開いて、はい、足を開いてボール来てもいいように開きながらアウトコースのスライダーをライトに打つっていう、はい、今できませんもん。そうですね、踏み込むことはできますよ、はい、こっち来ても大丈夫だから、はいはいはい、そこの技術の違いっていうのはある。だから非常に高度なことをやってたと思いますね。戦前の野球はヘルメットないですから帽子ですからね。皆さんも今の若い方はこの YouTube 見てらっしゃるもしかしたら方、はいはい、若い方はそんなわけないじゃん昔から被ってるんじゃないのっつって昔の映像を見ると、はい、野球ボールもバッターボックス入ってるんですよね。そうですよね。であと耳なしも被ってましたからね。耳はどうしてついたか知ってますか。田淵さんが当たったんですよ。あ、そうなんですか。耳なしで、はいはい、それで危ないって言うんで田淵さんがつけ始めたんですよ。その前のヘルメットは長嶋さんがアメリカから持ってきたんですよ、はい、ヘルメットなかったんですよ、はいはい、帽子だったから、はいはい、長嶋さんがアメリカからどっかから持ってきた、はい、それを最初かぶったんです ね。だから僕が入った頃は何人かの人が耳なしをかぶってたぐらいです。落合さんも耳なしですか、ね、なかったです ね、はい、だから僕が入った時は高木豊さんが耳なしをかぶってました。
まあ、バッターはそうですけど、ピッチャーはどうですか、昔、まあ、江川さんの時代からの今のピッチャー陣っていうのは、はい、フォークボールっていうか、ツーシームとかフォークボールをやっぱり向こうからみんな経験して戻ってきて教えるので、はい、その落とすとかいう沈むボールは今の方が上手だと思いますね、はい、ただコントロールはやっぱり昔に比べると今の方が悪くなってると思います、その分は、はいはい、昔はそういう沈むボールを使わないので、そうですね、だから今はちょっとした変化でその芯を外して打ち取るっていう形ですよね、はいはい、今、はい、僕らは 芯でも何でもバットに当たるのが嫌だから当てられるのが嫌っていう時代ですから、はいはい、今は芯に当てさせて、はい、芯を外すっていうやり方ですから、 そこがちょっと違いますね、そうですね、まあ今日はね本当にこれで大体終わりですね、そうなんですよ、本当はねまだまだこれまた続編みたいな感じでまた今度スケジュールがどっかで合えばどうでしょうか、やる可能性は十分ありますか、あるというふうに答えておけと言われてますわ、はい、かりました、はい、いや本当に今日は、まあ、本当に楽しかったです、ありがとうございました、ありがとうございました、はい